皆さん、こんにちは。船木和夫さん、西郷輝彦さんと共に御三家としてアイドル的な人気を集めた橋幸夫さん。今回は橋幸夫さんの歌手人生を振り返りながら、全盛期の年収や元妻との離婚についてご紹介します。橋幸夫さんは1943年5月3日東京都荒川区に呉服屋の9人兄弟の末っ子として生まれました。橋という名字は先祖が滋賀県で代々神主を務めていたことに由来するそうです。学生時代の橋幸夫さんはボクシングに熱中しており、その腕前からプロテストまで勧められたそうです。それを心配した橋幸夫さんの母親が、戦後歌謡界を代表する作曲家の一人である遠藤実さんの歌謡教室に通わせたことが歌の世界に入るきっかけとなったそうです。1960年に潮来笠で歌手デビューし、デビュー曲で第2回日本レコード大賞新人賞を受賞。その年の第11回 NHK 紅白歌合戦にも初出場を果たしました。1962年には吉永小百合さんとのデュエット曲いつでも夢をが発売わずか1ヶ月で30万枚を売り上げる大ヒットを記録し、第4回日本レコード大賞を受賞しました。1966年には無表で再び第8回日本レコード大賞を受賞することとなりました。橋幸夫さんはその後もヒット曲を歌い続け、人気実力ともに若手ナンバーワン歌手と目され、映画にも多数出演されました。2022年現在では個人情報保護の観点からして考えられないことですが、昔は一定額以上の納税者は公表される仕組みになっていました。高額納税者公示制度というもので、通称長者番付と呼ばれていました。主な目的としては、高額所得者の所得金額を公示することで第三者のチェックによる脱税牽制効果を狙うということでした。橋幸夫さんは1960年代から1970年代までこの長者番付の常連としてランクインされていました。当時のワイドショーではこの長者番付は大きく取り扱われ話題となりました。1960年の大学初任給の平均額が1万800円であった頃、橋幸夫さんはデビュー翌年には1040万円の申告所得税で歌手部門で第4位にランクインしています。1970年の大学初任給の平均額が3万6100円であった頃には、橋幸夫さんは4078万円で第7位にランクインしています。前世紀の橋幸夫さんはとても高収入であったことがわかります。御三家として人気実力ともにスター街道を走っていた橋幸夫さんは、1969年に運命的な出会いを果たします。日本航空国際線のスチュワーデスであった奈美子さんと搭乗飛行機内で知り合ったのです。二人は翌年1970年に婚約、1971年に結婚し、長女長男を設けました。長男である龍吾さんは俳優として活動されていたそうですが、現在は芸能活動を休止されているようです。奈美子夫人はエッセイストやタレントとして芸能活動を行い、1982年から1985年までフジテレビ系ワイドショーワイドワイド富士の司会を担当したほか、講演活動などもされていたようです。仕事の移動中に乗った飛行機でスチュワーデスと恋に落ちるなんて、まるでドラマのような展開です。そんな運命的な出会いをきっかけに夫婦になった二人ですが、別れが訪れます。2016年11月頃には別居、その約1年後の2017年12月に46年という結婚生活に終止符を打ちました。二人は離婚理由について口外しないという合意書を交わしているようで、離婚理由については公表されていません。有名人の間では普通のことなのかもしれませんが、一般人としては口外できないような理由があるのではと邪推してしまいます。さて、結婚生活に終止符を打った橋幸夫さん、奈美子さんですが、その理由に宗教が絡んでいたのではという噂があります。橋幸夫さんの母親は1984年から認知症を患い、義母の介護を奈美子さんが献身的に行っていたようです。2022年現在では介護施設やヘルパーなど介護に関するサービスがかなり拡大していますが、
1980年代はそうではなかったでしょう。ましてや認知症を患っている義母の面倒を見るというのは想像を絶する苦労があったのではないかと思います。その苦労からか、奈美子さんはある女性霊媒師に心の拠り所を求めるようになっていったのだとか。その結果、奈美子さんの周りには水晶玉や壺などが並ぶようになっていたのだそうです。これには当初は賛同していた橋幸夫さんもどんどん深みにはまっていく奈美子さんに違和感を感じるようになります。もしかすると奈美子さんと女性霊媒師の関係が離婚理由の一つだったのかもしれません。橋幸夫さんは離婚後すぐに18歳年下の女性と再婚しました。この再婚は離婚からあまりに直後であったため、当時は物議を醸したようです。おそらくあまりに早すぎる再婚のため、離婚前から不倫関係にあったのではという憶測からでしょう。お相手の女性は個人事務所のスタッフとして働いている一般女性のようです。再婚の3年半前、介護関連の講演会に登壇した時に知り合ったのだそうです。ファンとの懇親会を兼ねて行った先のハワイで極秘で挙式をしていたことを大手週刊誌がスクープしました。驚くことに、橋幸夫さんの事務所スタッフには挙式のことは知らされておらず、週刊誌報道で初めて知ったのだそうです。二人は熱海に新居を構え、仲睦まじい姿が時折目撃されているようです。橋幸夫さんはこの再婚についてとある番組で語り、長年連れ添った妻奈美子さんとの間には様々なすれ違いがあったこと、そして現在の妻と不倫になるのを避けるために離婚したことを明かしました。前述した通り、二人の間には離婚理由については口外しないという決まりがありますから、番組で多くを語ることは避けた橋幸夫さん。橋幸夫さんは奈美子さんと離婚する際に、1985年に都内の一等地に新築した豪邸を財産分与として渡したそうです。地上3階建て、地下1階建てのビルで、レコーディングスタジオも完備していたとのこと。その豪邸の資産価値は10億円はくだらないと言われているそうです。このように財産を投げ打ってでも新たなパートナーと一緒になることを選んだ橋幸夫さん。現在は熱海パサニアクラブという屋外プールや様々なスポーツ施設もついたリゾートマンションに住まれていると言われています。長年連れ添った妻と別れ、新たなパートナーと一緒になった橋幸夫さん。2023年5月には歌手を引退すると宣言されているそうで、その後は熱海でパートナーと余生を過ごすのでしょうか。現在のパートナーである女性は一般の方のため、名前や素顔については公にはされていません。もしかすると今後引退前などに夫婦でメディアに出演する機会があるかもしれません。歌手を引退すると言われている2023年までの橋幸夫さんの歌手活動に期待したいです。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。